で盛れるだけ盛った方がいいんだって。限度ってものがあるでしょ。他のお客さんの迷惑にもなるし、私たちだって一日中歩くんだから重すぎる衣装はダメ。せっかく仮装してるんだから途中でバテちゃったらもったいないでしょ。それは確かに。でもあんまりシンプルなデザインにしてもな。今日もやってるね。本当に飽きないわね。最近お昼になるといつも遊園地でする仮装のデザインについて話し合ってるよね。あ、そうだ、今日はみんなに聞きたいことがあったんだ。みんな遊園地に行ったらやりたいこととかある？私は仮装。仮装以外で、ほら、どんなアトラクションに乗りたいとか食べたいものとか言ってくれたら私がスケジュールを組んでおくよ。ほう、つーちゃんやる気満々。ルイさんは夜のパレードだよね。ええ、それ以外は特にないわ。はいはい、それならジェットコースターがいい。え、私ジェットコースターはちょっと。あれ、シロってジェットコースターはダメ系？少しくらいならいける？それとも全然ダメ？子供向けのならギリギリ。じゃあボートに乗って海賊と冒険に出るアトラクションはどうかな。最初にちょっとだけ落ちるけど、あとは見てるだけなんだ。なんか楽しそうだし、私はそれでいいよ。シロは？落ちる角度によるかな。小さい子も乗れるアトラクションだから、多分マシロちゃんも大丈夫だよ。わかった、それなら乗ってみる。よし、それじゃあ決まり。スーちゃん、アトラクションのこと詳しいね。乗ったことあるの？みんなで遊園地に行くのが楽しみでたくさん調べたんだ。ノートにまとめたから大体のことはわかるよ。おお、スーちゃん本気だ。よほど楽しみなのね。しかしノートにまとめるってフースケほんと真面目だな。いいの、私はノートにまとめた方がわかりやすいんだから。ねえねえスーちゃん、私はみんなと写真が撮りたいな。遊園地で友達と写真撮るのってすごく青春って感じがするし。それなら遊園地の真ん中にあるお城の前の広場がいいよ。そこの装飾が一番可愛いんだって。開園直後は奥のエリアから回った方がいいから、写真はきっと午後1くらいには撮れるんじゃないかな。つくしちゃん、私もいい？私、キャラクターたちの家が集まった街に行きたい。うん、任せて。みんながやりたいこと全部やれるようにスケジュール頑張ってみる。着替え早めに終わったから先に出てきちゃったけど、みんな大丈夫かな。わあ、かわいい、スーちゃんすごく似合ってるよ。ヴァンパイアのお姫様だ。ななみちゃんのミイラも似合ってるよ。トウコちゃんはガーン、どう？めちゃめちゃイケてるっしょ。わあ、やっぱり狼ハマってるね。みんなでどんな仮装にしようって話してた時からトウコちゃん絶対狼って言ってたもんね。やっぱ私くらいの天才デザイナーになると自分に似合うものが分かっちゃうんだよな。それに見て、シロとルイの仮装デザイン最高じゃない？ああ、妖精に魔女、二人ともすごく似合ってる。ありがとう。でもこれで今日一日歩くと思うとまだちょっと恥ずかしいかな。そんなことないって、あたしがデザインした衣装とななみが作ったアクセなんだから間違いないっしょ。よーし、今日は盛り上がっていくぞ。ふん、朝からこのテンションでは先が思いやられるわね。けどルイさんも今日はたくさん楽しもう。まずは海賊と冒険するアトラクションへ出発。